まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。今日はぶっちゃけトークスペシャル。よく聞かれるんですけど、ぶっちゃけ男優さんのこと好きになっちゃわないのって聞かれるんですよ。よくどう思います？思いますね。思っちゃいます。だって男女じゃないですか。うん。特に女の人ってエッチしたらなんか好きになっちゃう子って多いじゃないですか。あー、なんか言いますよね。どうなんですか実際のとこ。実際のとこは AV 業界としては男優さんと絡むことは禁止されてます。絡むっていうのは付き合う、連絡先交換とかプライベートであったりとか禁止されてます。普段撮影の時とか部屋を用意してもらうんですけど、メイク部屋っていう、基本そこにメイクさんとずっと一緒にいて、撮影の部屋は別であって、撮影場所に移動する時もずっとメイクさんがいるし、撮影場所に着いたらスタッフさんがいっぱいいるし、撮影が終わったら AD さんと一緒にお風呂に移動しちゃうし、男優さんと二人きりになる時間っていうのがないんですね。特殊な入れ物とかだったらあるかもしれないですけど、基本は男優さんと2人になることがなくて、みんなでお話しするって感じだから接点薄いですよ。夢のある話をしたら男女ですからね、もしかしたらこの人いいなってなることがあるかもしれないですけど、付き合いとか例えばしちゃったりすると今後お仕事がしづらくなると思う、別れたりとかした時に。だからみんなそういうリスクは背負わないんじゃないかなって思います。すごい AV 業界狭いから、誰か NG とかにしたら狭まってきちゃう。自分が NG にされるのも嫌じゃないですか。 NG っていうのがそもそもあって、この人とは共演したくありませんっていうのができるんです、選べるんですよ。例えば私はデビューしたての時 NG っていうのにしてて、デカすぎる人は NG にしてたんですよ。怖かったから。まだ1年経たずかなに、もう大丈夫そうですってだったんですけど、初めは大きすぎる人ちょっと怖いですって言ってました。意外と世間って狭いから、このお仕事をする前から実は友達だったとかだったら NG にするとかあるかもしれないです。気まずいじゃないですか。プライベートで知り合いの人は嫌だなって思っちゃいます。あとはたまにあるんですけど、 AD をずっとやってて男優になったとか、AD さんの時にめちゃくちゃお世話になってるから男優としてではない状態であってのが気まずいです。なかなか男優さんと仲良くなるのは難しい気がします。自分が絡んだ男優さんが他の女優さんと絡んでるの見たら嫉妬したりとか、ないですね。もうだってやばいです。私顔が映ってなくてもなんとなく体見たら、あ、この男優さんだって分かっちゃうレベルだから。あ、そうですね。なんかそんなん言ったらもうやばいですね。常にジェラリまくり女子みたいな。ジェラらないですね。意外とだからみんな本当にお仕事として真面目にやってると思います。プライベートであったりないんですね。うん。ちなみに私男優さんから連絡来たことマジで一回もないです。本当にないです。クリーンなんですね。え、結構クリーンですよ。そう言ってもあるのかなと思ったりしたんですけど、ないです。男優さんなんて数少ないから、何かやらかしちゃったらすぐバレちゃいそう、干されちゃいそう。この業界では手出すことがダメだから、女の子にもし手出しちゃった噂が広まったらまた別の子にも出すんじゃないかとか思ってお仕事が減っちゃったら損じゃないですか。すごい慎重だと思う。マジで一回もないんだよな。一回ぐらいあんのかなって私も思いました。でも5年間働いててないから多分もうない。でも来たら断るんです。ちゃんと来たら来たで困っちゃいますけどね。ないのも寂しい。いや寂しくないですね。自慢。男優さんのプロフェッショナルさが、そうですね、うん、本当にそうだと思います。女優さんと仲良くなりたいからとか、うん、なんならちょっと付き合いたいからって言って AV ね、うん、目指すって人もいると思うんですけど、それは間違ってるんですね。絶対難しいですマジで。はい、今回は男優さんとの関係についてぶっちゃけてみました。結構ぶっちゃけちゃいました。これが世の男性の救いとなってくれたら嬉しいです。軽はずみな気持ちで AV 大になっちゃダメって、うん、一番近くて一番遠い存在になっちゃいますもんね。確かにそうだと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバイ。